ジムダインはアメリカ合衆国のポップアート美術家。ネオダダ運動の一人とみなされることもある。ジムダインオハイオ州シンシナティ生まれ。シンシナティ大学に進み、1957年にはオハイオ大学で美術学士を取得した。ダインはそのハプニングにより最初に美術界の賞賛を得た。クレスオルデンバーグ、アランカプローによって創始され、音楽家、 ジョン・ケージも連携したハプニングはニューヨーク美術界で人気のあった抽象表現主義者の重苦しいムードと完全なコントラストをなす混沌としたパフォーマンスだった。1962年、ダインの作品はロイリキテンスタイン、アンディ・ウォーホル、ロバート・ダウド、フィリップ・ヘファートン、ジョーグッド、エドル・シェ、ウェイン・ティー・ボーの作品とともに、ウォルター・ホップスが主事を務めた歴史的に重要をかつ、 草分けとなるパサディナ美術館でのニューペインティング・オブ・コモン・アブジェクツ展に出品された。この展覧会は歴史的にアメリカ合衆国で最初のポップアート展覧会の一つと考えられている。社会的不安の時期にこうした美術家たちがアメリカと美術界に衝撃を与え、モダンアートを永遠のもの、つまりポップアートに変える運動をスタートさせた。 1960年代初期、ダインは日常生活のアイテムでポップアートを作った。それらは批評価的のみならず、商業的な成功ももたらしたが、ダインはそれに満足しなかった。1967年、ダインは美術賞ロバート・フレーザーの支援するロンドンに移り、そこで4年かけて自分のアートを発展させた。1971年、ダインは アメリカ合衆国に帰国するといくつかの素描のシリーズに集中した。1980年代には彫刻がダイン作品の中心になった。以降、ダインの作品は人工的なオブジェから自然なものにシフトしていった。ロックミュージカルヘアーの作者であるジェームズ・ラドによるとヘアーというタイトルはダインのヘアーという作品から名付けられたという。 1984年、ミネソタ州ミネアポリスのウォーカーアートセンターで、ジムダイン、ファイブシームズというダインの展覧会が催された。1989年には、ミネアポリス美術館が、ジムダインドローイングス、1973から1987を主催した。2004年、ワシントンナショナルギャラリーは、ドローイングス・オブ・ジムダインという展覧会を催した。 2007年夏、ダインは、シカゴで、パブリックアート展覧会、クールグロブス、ホットアイディス4、エクーラープラネットに参加した。私にとって素描きが全てだ。なぜなら、それは全てを知らせる。私の死さえ知らせる。それが私が全てを始める方法だ。2008年5月16日、ダインの新作が発表された。スウェーデンのボロースに展示された。 ウォーキングツーボアスという題の、歩くピノキオを描いた9メートルのブロンズ像である。ダインは前もってピノキオに焦点を絞った、商業本、絵画、彫刻を出していた。ダインは、こう感じているようだ。少年になるしゃべる材木という概念は、美術のメタファーのようなもので、それは、究極の錬金術的変身だ。ウォーキングツーボアス、ハットエービー・ロバート・エアーズ、ジム・ダイン、アーティン・フォー。 リリーブドオン21エープリル2008ピノキオバイジムダインアットフリッカーありがとうございます